綺麗っすね。すごっ。うわぁ、やっぱここの開放感って、うわすげえ、すごいよね。タダちゃん推しの、はい、メニューということで、すいます。さあ来ました、はい、北海道コンサドーレ札幌、札幌ドン。今日はまだ試合の4時間前、はい、13時キック、はい、相手が名古屋グランパス、はい、ということで今日このバナーの前で撮影させてもらってるんですけど、今日は、なんとゲストはいません。えというのは嘘なんですが、はい、ちょっとこう時間の兼ね合いで義士とラブコンサドーレに出演されている多田さんに、はい、出演していただけるということで、はい、後々、合流しますので、徐々に増えてくる感じですね、はい、徐々に増えてくるパターンです、はい、今日は珍しいパターンです、はい、はい、で、今日はですね、なんとロッカールームも、はい、拝見できるということで、はい、で、僕が現役当時とちょっと様変わりもしてるっていうことだったので、うんうん、はい、監督記者会見室とか、はい、選手が来る前の撮影させていただけるので、早速行ってみたいと思います、はい、以前はこっち、アウェイチームが有してたんですよ。あ、だ、僕、こっちの方が馴染みあるんですけど、はいはいはい、確かに、はい、で、今はホームの、はい、ロッカールーム、ロッカールームになってるということで、まさにここが僕がアウェイで所属してた時のロッカールームだったんですけど、はい、こっちは多分トレーナーとかですね、ベッドとかあるので、マッサージしたりとか、はい、失礼します。で、今まさに用意してます、試合前のこの、おはようございます、おはようございます、おはようございます。ユニフォームが、いやー、なんか海外風というか、なんかかっこいいですね。そっか、広っ、綺麗ですね、すごい。これ椅子も別なんですね、なんかくっついてるというか、うん、椅子がいい椅子だかなりロッカー史上一番いい椅子かもしれない、かもしれないですね。あ、そのスネ当てとかも可愛いめちゃめちゃ可愛いですね、チャンディップ選手のスネ当てが、スネ当てがやっぱ、ね、おのおのな特徴ありますね、うん、熊里選手、はい、スネ当てでも、はい、大きいのを好む選手とちっちゃいのをこうつける選手と分かれるんですよ、うん、僕はちっちゃいのでした。あ、ちっちゃい、うん、でも大きいのでガッてこう全部覆われるスネ当てを好む人もいるので、まあ、それはもう本当好み、うん、福森選手がキッカーだし、うん、そのフィーリングの中でちょっとスネ当てが当たりそうだなって思ってる、うん、その思考が入ってくると、うん、キックの質が変わっちゃうとか、確かにそういうのは選手によって個人差はあるかもしれないですね。ちっちゃい、コンセントとか USB ケーブルとかついてますね。すごっ、最新、各ロッカーについてる、すごいですね、すごい、これはすごいですなんかここまで、なんていうの、各ロッカーが確保されてるっていうロッカールームも珍しいと思う。そうですよね、かなり、うん、選手としてはストレスなく試合に臨める感じですね。シャワールーム、あー、珍しい、こちらシャワールームなんですが、はい、アイスバスと左がシャワーで、うん、交代浴的な感じですかね。まあ、こっちが多分スタッフルームみたいな感じかな、はいはい、こっちがトレーナーの部屋とスタッフルームみたいな感じになると思います、うん、あ、ボールとかありますね。ここが監督、はい、失礼します。ただもちろんいませんが、こちらでミッシャ監督、通訳の杉浦大さんとか、はい、コーチングスタッフがここでミーティングしながら、もう2時間、3時間後にはいますからね、うん、ここに演出会議をしたり、まあ、今日の試合のミーティングをこちらでするということで、うん、こちら、監督記者会見室というところ、うん、はい、今日チーム監督の会見が行われるということで、はい、アナで、僕の大好きな札幌クラシックさん、はい、ビールがプロクラシックさんのおかげで好きになってしまう。この試合前のピッチにも行けるということで、ここが選手のたまり場で、はい、ホームアウェイチームここに集まって、スパイクチェックをして、うん、よく試合前にダゾンで見る光景のところですね。スパイクチェックをして、ここで並んで談話しながら、
ここに入場していく、うん、北海道コンサドーレ札幌って言えば、うん、このバナーがあるところだったり、はい、ちょっとこう聖地的なというかモチベーションが上がるゾーンっていうのはあると思うんですけど、そうですね、うわーやっぱここの開放感っていうのが すげえすごいよね。あ、今リハーサル中のドールズさん、はい、ドールズさん邪魔しないようにしましょう。邪魔しない、空調設備もあるし、はい、あと芝のやっぱ状態がめちゃくちゃいいんですよ。僕にとっては、はい、すごく苦い思い出の場所で あそこら辺で、はい、あの大怪我をして、あ、そうなんですね、はい、だったんですけど、観客席とグラウンドのこの一体感というか、ドーム状になってるんでかなり応援も響くんじゃないですか。そうそうそう、響くし、うん、上からも前見たことありますけど、はい、見てる人もすごく見やすい。ここは審判団、はい、審判団の席も、はい、VAR チェックをこちらに来てされるということ、はい、豪華ですね、はい、ホームチームのベンチで、はい、ドール君、はい、ドール君、今日の第一戦です、調子はいかがでしょうか。イエーイ、バッチリ。グランパス側も、はい、チームのシアが、おー、仲いいですね。おえ今日の一番目ですよ。はい、うわ、あ、これ本当に気持ちいいんですよね、このシート。まあ、監督やってると、はい、なかなかこう落ち着かないですよね、そのこの座ってる時間っていうのが少ないというか、やっぱ立っててこう指揮をするみたいなところがあるから。いや、そうですね、なんかドール君だ、ドール君、あ、ドール君、あ、ドール君、名刺を、名刺いきました。すごい、名刺いただきました、ドール君。好きな食べ物、ジンギスカン、お寿司、ラーメン、お菓子。ありがとうございます。今日も応援お願いします。今、スタジアム内、はい、ロッカールームだったり、そうですね、ピッチを紹介させてもらったんですが、ゲストが合流ということで、はい、北海道コンサドーレ札幌のサポーターにとっては馴染みの深い方ということで、はい、多田萌香さんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめまして。北海道でタレントとして活動しています、はい、多田萌香と申します。よろしくお願いします。お願いします。いや、ちょっと光栄です。いやいや、あの実はこうそうやってキャスティングでちょっとお声掛けしてもらったら、はい、もう見てますって本当に、まさかの女性視聴者、ありがたい、まさか私の周りの女性サポーターも見てる方結構多くて、はい、あ、本当ですか。だから最初オファーいただいた時にもうご本人かなとびっくりしてめちゃめちゃ嬉しいです。いやいや、こちらこそです。あのラブコンサドーレっていう、はい、あの番組で、そうです、はい、ラジオで毎週こうコンサドーレの試合の結果だったりとか、女性視点で このコンサドーレの魅力を発信していくというラジオのパーソナリティを担当させていただいてます。ちょっとありがとうございます。もう田田ちゃんにあのもういろいろリサーチして、はい、で翔くんが、はいはい、買いに行ってくれてたんで、はい、まずはちょっとそっちを食べながら、そうですね、はい、室内で食べながらまずそれ紹介して外周をちょっと待っていこうと思います。わー、はい、楽しみ、はい、ぜひぜひ札幌ドームも魅力たっぷりなので、はい、もうぜひぜひお願いします。お願いします。ギシ君は寝坊です。そうですね、あれ、私もうすでにいらっしゃるのかと思って、もうついてるはずなんですが北海道にはもう来てます、はい、あ、よかった。北海道には今向かってます。向かってる、はい、向かってるので、ちょっとね、ちょっと新しいですね、一人ずつ徐々に増えていく、はい、徐々に増えて新しいパターン、はい、はい、早速ちょっと行ってみたいと思います。はい、お願いします。はい、こちらがタダちゃん推しの、はい、メニューということで、そうなんです、はい、札幌ドームでこう屋外がこう開放されて、うん、今回キッチンカーで食べられるグルメがたくさんあるんです、うん、ちょっとそちらの方も後ほど行くんですけど、はい、翔くん、はい、こちらが金ちゃんのザンギ、うん、ザンギ、うん、ザンギ食べたことありますか？ないです。お、初ザンギ。ザンギしかしたことないです。うまい。北海道ならではね。はい。はい、塩ザンギと油淋鶏。はい、油淋鶏。はい。いいですね。ちょっと辛い感じのね。はい。
ですね。国際デーだからやっぱいろんな国の味付けで提供されてるんですね。でポテトですね、ロングポテト。すごいロングポテト、あのちょっとあのシナリンがちょっと許しすごい長さ、はい、美味しそう。A&O さんのバター醤油とプレーン、はい、で次、焼肉パラダイスさんのスタミナ牛カルビ丼。おー、牛カルビですね、うん、ボリュームもあっていいですね。最後、みたらし団子は時次郎さんのみたらし団子、うん、時次郎さん、はい、美味しそう。はい、コメントが、はい、プロです何恥ずかしくなる僕何も出ないの聞きながら、美味しそうしか僕は出ない、はい、すごい、ありがたいですね。ありがたいです。私も YouTube が実はちゃんとこう撮るのが初めてで、はい、どんな感じなんだろう、探り探りなんですけど。いやいやいや、大丈夫です、大丈夫ですよ、大丈夫すぎて、ね、助かってます助かってます、ありがとうございます。キッチンカーっていうのは毎回こう出てるわけではないんですけど、天気がいい日とかにキッチンカーはあるんですけど、はい、通年で太鼓判メニューっていう選手の太鼓判メニューがあって、今だと前半戦で前半後半でメニューが変わるんですけど、これそれぞれ選手のおすすめのメニュー、今回はドリンクを買ってきていただきました。素敵なレッドジンジャー、小野選手の太鼓判、そして真ん中が宮澤選手おすすめのコンサーアイスキャラメルラテ、ミニ雪見大福のせ、はい、そして中村斗也選手太鼓判の勝利祈願の赤いソーダ、赤いソーダ、これ買うとランダムでトレーディングカードがもらえるんですよ。でそれをやっぱり集めるのが好きで、そうコンプリートできるかなっていうのも楽しみなんです。なるほど、それをちょっと飲ませてもらいながら、はい、食べましょう。じゃあいただきましょうか。はい、じゃあ先に選んでください。え、どうしよう、全部美味しそうだけど、私あの宮澤選手推しなので、なるほど、じゃあ宮澤選手のこちらいただいてもいいですか。はい、で僕はやっぱり言ってもやっぱ新次さん、新次さん、ありがとうございます。もうあの好きに好きに食べちゃって飲んじゃって、あの僕の食レポは聞き飽きてるのでおばちゃんの出前がいいコメントが、ありがとうございます、はい、じゃあいただきます。美味しい、ちょっと待ってですよね、それ緊張しますよ、期待感が、ね、かなり那須さんがハードル上げてたんで、美味しいなんかテレビとの違いになんかちょっとドキドキしちゃうんですけど、でも結構なんか甘さ、このキャラメルの甘さが効いてて、このコーヒーの苦味が苦手な人とかでも全然飲みやすいです。めっちゃ美味しい。じゃあお願いします。新次さん、まあ、これは新次さん、爽快感、爽快感、これが新次さん、まさに普通でやりきるスタイルですね。すごい美味しい、あ、うん、甘辛で、おー、うん、じゃあ私はこの焼肉パラダイスさんの牛カルビ、はい、牛カルビいただきます。うん、うん、お肉も柔らかいですし、タレもガツンとくるので、うん、結構食べ応えありますね。ボリュームありますね、うん、美味しい。試合前にこうやって食べるのが好きなんですよね。うん、なるほど。1時間半前とかに来て、はい、並んで、うん、めちゃめちゃ赤いですねいただきます。美味しい、すごい長さ、確かにボリュームですよ、一個一個がかなりでかい、一個一個が、うん、いたらしい、めっちゃ美味しい、美味しいですよ、うん、結構めちゃめちゃずっしりしてますね、うん、ずっしりしてます、いただきます。めっちゃちょうどいい甘じょっぱさで、うん、結構食べ応えある満足感すごいですね、かなり満足感あります、うん、美味しい、はい。その時次郎さんはこれ以外にもなんかかき氷とかもあったので、はい、夏とかはいいですね、かなり人気が出そうですね、だいぶ暑くなってきましたもんね、うん、そうですね、翔くん、ありがとうございます、しっかりビブス着てね、はい、はい、仕事してますよ、いただきます、はい、ああ、もう大丈夫です、ありがとうございます、頑張ります、言わせてください、今日も頑張りますよ、お願いします。さあ本来だったらここにもう一人技師がいるはずだったんですけど、まだ来ない、まだ来ない
キックオフ間に合いますかね、大丈夫。いやどうだろうな、多分間に合わないだろうな間に合わないですね、ちょっと。ちょっと今日は、はい、あの、この札幌ドーム内、もうサドちゃんに全て、ま、お任せしようと思ってるので、お任せください、はい、もう、ま、任せました。ご案内お願いします。ご案内します、はい、他のスタジアムと全然違いますか。いや全然、ドームはやっぱないから、野外と屋内で充実してるというか、はい、私もアウェー遠征が全然年に1回ぐらいしか行けてないので、はいはい、やっぱここに慣れてしまってるんですけど、うんうん、しかも、空調完備があるから確かに、すごく見やすいというか快適です。快適、うん、雨とか雪でも関係なくできるから。そうなんです、本当そうなんです。いいですよね。選手目線としてはどうなんですか、その夏も。いや、めちゃくちゃやりやすい。あ、やりやすいですね。やりやすすぎて、びっくりしちゃうって体がいつもより動くみたいな。確かに。そうなんですか。コンディション結構変わってくる。全然変わります、ね。本当に、まあ、このホームアドバンテージじゃないですけど、はい、全部がもう北海道コンサドーレ札幌一色ですごいですよね。あ、あらららららら、あらあら、あら、これはクラシックさんじゃないですか。あのクラシックさん、いつか僕お待ちします。今あの勝手に PR してるので、はい、北海道ならではのクラシック、はい、しっかり僕がビールを好きになったのは札幌クラシックさんです。そうなんですか、はい、きっかけが、きっかけが、札幌に来た時に絶対必ず飲みます。着いた途端に飲みました。北海道限定なんで。そうですね、ぜひ今日も勝って、その終わりに乾杯して飲むっていうのが。あ、そうですね、一番美味しいので、はい、試合前も多いですね、サポーターの。いやー、すごいですよ。だから僕なんて所属したことないチームにも行かしてもらってるので、はいはいはい、それでこうやってこうサポーターにこう声掛けしてもらえるのはめちゃくちゃ嬉しい。いや、そうですよね、J リーガーファンならやっぱり見る、はい、見させてもらってたので、はい、もうすごいありがたいです。でも本当この出店の数がやっぱドームならではなんですけども、ものすごく多い。え、違う。いやいや、もうものすごく。私なんかこれがもうデフォルトになりつつあるんですけど、次来月に柏に行くんですよ。はい、ああ、なるほど。そうです。だからその違いをちょっと確かめてきます。レイソルはレイソルで、ちょっとこうそんな収容人数としてはそんなに多く、あの収容できるスタジアムにないんですけど、はいはい、でもタコタの距離が近いっていうか。すごい楽しいと思います。国旗を作ろう。あ、これがあの国際デー、国際デー。ああ、なるほど。旗になるんです。なるほど、なるほど。韓国籍だったり、タイだったり、ブラジルの選手もいるから。面白い。国際デー、これは今日振ると。こんにちは。すごい。お子さんとかも楽しそうだ。こういうね、旗振りながらっていいですね。いいですね。楽しいですね。まさに在籍してる選手の国旗の旗ですね、はい。あ、そうですね。手作りでしっかりと応援してもらう。うん。しかも無料だから誰でも。うん、車椅子バスケと、はい、ブラインドサッカーで。すごい、うん。私も初めて来ましたここ、めちゃめちゃ広いですね。すごい。え、楽しそう。キッズエリア。キッズエリア。エリア。アスレチックも上にあるんですよ。だから子供、お子さんたちが楽しめる施設、遊具とかめちゃくちゃ多いので、もうぜひご家族で来て。そうですね。そうそうそう。で、それで、ね、試合見て盛り上がってっていう。子供も。こう試合時間でこう飽きたってなっても、うん、そうそうそう、こういうところがあるから、そう、本当にそうなんです。めちゃくちゃいいですね。めちゃくちゃいいです。国際デーということで、チマチョゴリ。ああ、書いてありますね。見たこと、いないですね。で、写真も撮れる。すごい、なかなか着ることないですからね。皆さん来ます？いやいやいや大丈夫ですか。僕は大丈夫です。いいんですか。大丈夫、大丈夫。チマチョゴリが各年代の方でいろんな楽しみ方ができるので、子供だけじゃなくていろんなね、その大人の人たちが記念に持ち帰れるっていうのはすごくいい。いいですね。一人3本投げて、壺に何本入るか。はい。で、ここの白い線から。難しい。惜しい。おお。いや、もう分かりません。え？
持ってる男っていうのはこういうの。はい。ナスさんでした。フォームはすごいかっこいいんですけど。これも韓国の伝統の遊びなんですけど、これボールじゃないですけど、これをリフティングするっていうやつで、見せどころじゃないですか。本気の。いきます。これ強く来るのがめちゃくちゃ難しいですよ、これ。めっちゃ難しいです。いや、これ。やめてください。なんとテルムータがすごい、はい、ありがとうございます。ナスさんがありがとうございます。ナスさん今日いらっしゃってます、はい、来ました。晴れた日にはテルムータ、はい、ぜひぜひ、はい、ぜひお願いします。ありがとうございます。北海道コンサドーレ札幌名古屋グランパスともに今調子がいい、はい、だからかなり面白い試合になると思います。そうですね、はい、コンサも4年ぶりの4連勝がかかってますから、す、ね、怪我の選手も増えたんですけど、だいぶ戻りつつあって、なるほど、はい、今日は期待できそうです。戦績でいうと、札幌が今7位で6勝4分け4敗、はい、ただちゃん言った通り4年ぶりの4連勝がかかってます、はい。で対する名古屋グランパスが今3位で7勝5分け2敗と、うん、はい、で、まあ、日本代表選手も選ばれて、堀下選手だったりとか初招集、はい、初招集なんで、まあ、両チームともすごく注目度高い試合になってます、はい、はい、もうちょっとでキックオフということで、はい、いよいよですね。いや、いよいよです、はい、あ、本来はここに何度言うようですけど、ギシ君がいるはずだったです。まだもうキックオフですけど、はい、間に合ってませんね。試合終了までに来るとか、はい、そうだね。さあ、はい、もう試合は開始されてるんですが、はい、なんと20秒ぐらいかな、はい、名古屋が先制ということで、はい、もうびっくりびっくりします。今追いついてないです感情が。なんですけど、今まさに試合熱戦中なんですけど、なだちゃんのこの一押しの選手、はい、私は推しは宮澤選手なんですけど、はい、そう、今回は浅野選手も注目してて、今勢いが止まらないんですよ。で、J リーグの得点王の中でも争うような順位まで来てますし、でキャリアハイも来てるので、ちょっと浅野選手の得点力のなんか判断の速さがめちゃめちゃ好きで期待してます。なんか2社のサッカーやってからまた伸びたなみたいな。そうですね、広島から来てもういきなりフィットも速かったので、すごい今日も何点決めるのかなと。そうですね。楽しみ。僕はですね、駒井選手は北海道コンサドーレ札幌側で、まあ、浦和レッズ時代に一緒にやってたんで、はい、北海道コンサドーレ札幌に移籍してきて、よりなんか落ち着いたなっていうか、安定感が増したなっていう。浦和の時はブレブレだったから。そうなんですか。そんなこと言えないです。那須さんにしか言えないと思った。そういう時期もあったんですけど、まあ、でも、もともとポテンシャル持ってる選手で、よりなんかチームの抑えてる選手っていう。そうですね。で、名古屋の方は藤井春也選手、おう、うん、なんたってイケメン好き。おぉ、イケメン。あの、これはウンパルンパ言うわけですけど、サッカーは顔みたいです。はい、顔なんですか。サッカーは顔です。イケメン、高身長、プレーはすごい言うことないです。やばい、そのイケメン好きだからな。やばいやばい。本当にプレーの部分、これからの代表選手って勝負んじゃないかなと僕の方が的には期待してる選手なので、はい、注目してみたいと思います。はい、さあ、前半終了しました。はい、なかなか1点が遠いですね。今0対1で名古屋グランパスがリードで前半を終えたんですが、田田ちゃんどうでした？いや、なかなかこうゴールに向かおうとしてもやっぱ守備も硬いし、名古屋のやっぱり3位ってだけあって強いですね。あ、守備、あの治療硬いね。うん、あとカウンターの綺麗なスピード、
ユンカー選手とかね。ユンカー選手も怖すぎる、うん、ユンカーがボール持つとちょっと若干ヒヤヒヤする、うん、あでも後半ね、どういうこうカードを切ったり、そうですね、うん、戦況が変わってくると思うので、後半も応援していきたいと思います。ユンカーコンサーは逆転する力を持ってると思うので、ね、応援します。ということで、北海道コンサドーレ札幌、試合が終わりました。終わりました、はい、ちょっと私的には久しぶりの敗戦だったのでそうだね、ちょっとメンタルに来てますが、まあ、でもこの熱量とか迫力はかなりあったり、名古屋グランパスもやっぱ今上位にいるだけあって、うん、しっかり守備も硬いし、そのやっぱカウンターの切れっていうさ、切れ味がやっぱ鋭かったので、そ最後、ね、北海道コンサドーレ札幌の惜しいシーンが、そうチャンスがいっぱいあったんですよ、ね、でもそこをあったけど、ね、そのグランパスの守備力が、うん、なかなかちょっと硬すぎて、そうだ、ね、決めきれないところが悔しかったですね。まだまだリーグ戦続きますので、はい、ホームとアウェー、はい、ホームではね、本当にあの北海道この札幌ドームでしか味わえない、いや8試合前からの楽しみ方がたくさん詰まってますので、皆さんぜひ足を運んでいただいて、まあ、このお子さんから大人から楽しめる催しもたくさんありますので、皆さんぜひ応援の方よろしくお願いします。お願いします。で、名古屋グランパスもこれから試合ありますので、やっぱりホームならでは各地たくさん楽しみあります。ぜひぜひよろしくお願いします。で、さだちゃん、概要欄の SNS だったり出演情報も含めていろいろお伝えさせてもらいますので、ありがとうございます。応援の方もぜひこれからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで今回は本当はもう一人、あれまだ間に合って、そうですね、その報告してなかったですね、はい、結局間に合わなかった、はい、これから技師と会うんですけど、はい、まあ、この動画ではちょっと技師さん不在ということで、はい、残念です、はい、サッカー観戦をお送りさせていただきました。それではまた J リーグスタジアムで会いましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。